小賀電工アイスホッケー部は栃木県日光市にあったアイスホッケーの企業チームである。1911年、小賀電機工業日光事業所の前身である日光製造所のアイスホッケー部として創設され、企業チームとして正式に認められたのが1925年、日本最古のアイスホッケーチームでもある。日本アイスホッケーリーグには1966年の 1> 第1回大会から参加し、企業チームの枠を超えて、日光市民に愛される市民チームとして、長年にわたり、親しまれた。また、小賀電工においては、小賀電工サッカー部と共に、企業のシンボルスポーツという位置づけをなしていた。しかし、不況による業績の悪化や合理化策の一環から、1999年のシーズンを最後にアイスホッケー部の活動を休止し、 企業チームとしては90年近くの歴史に終止符を打ったが、その後市民が中心となって、HC 栃木日光、アイスバックスが設立され、引き続き日本リーグアジアリーグアイスホッケーに参戦し続けている。また、日光事業所内にあった、本拠地の小賀電工、アイスリンクも2000年で閉鎖された。ありがとうございます。